皆さーん、流し切りが完全に入りましたかー。こちらのシリーズでは武術の世界に伝わる名言、格言を紹介してまいります。今回紹介するのはこちら。一寸の長は、一寸の長。一寸の短は、一寸の剣。というものです。一寸は約3センチメートルの長さです。中国の武術には長剣と短打の区分があり、また、武器には長兵器と短兵器の区分があります。長剣と短打は攻撃技の相違による区分で、長剣は遠い間合いから伸びのある攻撃で相手を打つ技法、短打は接近戦での間合いの短い技法のことを言います。また、中国では武器のことを兵器と呼び、長兵器、短兵器とは長さによる分類のことで、長兵器とは槍や弓のような比較的長い武器、短兵器とは剣や刀のような比較的短い武器のことを指します。剣術においても武器においても長と短はそれぞれの利点を持っています。つまり、長は強、短は剣という利点です。長は攻撃距離が伸び、また、防御面積も広がるため、敵の攻撃が自分に届かない距離を保ちながら、自分の攻撃は相手に届かせることを可能にします。長剣の技法では突きや蹴りを敵よりも遠い間合いから出すことによって、敵よりも早く攻撃することを可能にしていますし、長兵器と短兵器でも同様、長兵器は短兵器の届かない距離から攻撃することが可能です。これがすなわち、一寸の長は、一寸の強ということになります。一方、短は動きにスピードがあり力も集中できるため、敵が出てくる前にすでに進み、敵が動く前にすでに動作を起こすことが可能になります。短打の技法は瞬間的でしかも爆発的であり、勢い鋭く進めばしばしば戦いの主導権を握ることができます。また、短兵器の動きは目まぐるしく変化に富んでいるため、長兵器の攻撃をかいくぐって接近し、敵の動きを封じてしまうことも可能です。これがすなわち、一寸の短は、一寸の剣、ということになります。つまり、長にも短にもそれぞれ有利な点があり、これは裏返せば、長と短にはそれぞれ欠点があるということにもなります。要するにどんな技術だろうと武器だろうと必ず長所と短所があるわけで、どちらも踏まえることで、初めて使いこなす、ということになるかと思います。それでは今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。